どうも皆さん、こんにちは。タレワク工場のアンドゥです。今日も世界の遊び大全51の実況をやっていきたいと思います。まあ最初にやるゲームはまだ決めてないんですけど、まあカットしたら最初にやるゲーム何なのか分かると思います。それでは最初のゲームはこいつだ。来た。さあ、ウォーミングアップはここで終わりってことだろう。悪いな、ボーリングに関しては才能の塊って言われてるアンドゥがお前をボコボコにさせてもらうで。シュワさん、ありがとうございます。さあ、今俺はストレートを投げられるってことを知ったから、脇締めてふいってこう縦にね、こう縦の回転重心。オッケーオッケーオッケー、勝つよ、みんな勝つよ。このゲーム負けたくない、俺はもう負けたくない。みんなにアンドゥってゲームうまいやんっていうところを俺は見せたい。さあ行きます、1ゲーム目俺からか。え、何、あ、びっくりした。さあ俺の球は曲がるからな。これなんだ、こうなんだよ。うますぎ、うわ惜しいな。どうしよう、うわ変に残ったな。弾けなかった今。いや、これストレート行く、ストレート狙う、ストレート狙う。あの真ん中、こっち側の3つのストレート狙います。これこれ、脇締めてこう、やばい、はい、うわうますぎ、やば、俺このゲームマジでやばい。で、これね、みんな簡単だろって思うじゃん。これ実はめっちゃむずいから、見てて。これだと多分ね、俺よりそこまで上手くないと思う。見てて。鬼馬。鬼馬信じられない。信じられないくらい早かったんだけど。信じられないくらい早かった。何今のストレート。なんでなんであんなまっすぐ投げられる、俺絶対曲がるんだけど。やば、やばすぎ。やっぱちゃんとフォームからしっかりしないといけない。こういうのも。これだし、フォームからしっかりするよ。振りかぶって後ろから、こうスペア攻めて、うわ、真ん中残る、やばいってなって、相手にストレート、ストレートじゃねえ、ストライク取られてんだよ。やばい、え、これ相手が上手いって絶対。これマジで相手が上手い。はいや、上手すぎるって。おかしい、おかしい、おかしい。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。ねえ、バケモンだって、なんでそんなまっすぐ投げられるの。やべ、やべ、やべなんで、なんであんなまっすぐ投げられる、マジで。意味わからないんだけど、どうやったらあんなまっすぐ投げられるんだよ。あ、待って、決めた。はい、引いて、ほい、じゃあ、うまい、オッケー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 、スペア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 。追いついてくよ、追いついてくよ。さすがに3連続は、この人でもさすがに難しい。さすがにシュワさんでもきついでしょ、3連続は。よし、え、嘘だ、あびっくりした。オッケー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 。さすがのシュワさんもね、ここでね、疲れが見え始めてる。わかる。そう、あまりに自分がうまくいきすぎることによってプレッシャーがね。え、いや待って、この人プロだって絶対。このゲームのプロだ。おかしいもん、マジで上手すぎる。マジで おかしい。こんな普通取れないからね。はい、じゃあうまい。いや倒れねえ、なんで倒れねえ、なんで倒れねえ、なんで倒れねえ。いや俺はここからこういうスタイルでいこう。こういきます、ほい、あ、やべ、ちょっと待って、持ってるよ、持ってるよ、いくよ、せーの、はい、やべ、はい、え、バカれ、バカれた、完璧、体幹強いってみんな嘘、今芸術的なさ、見たでしょ、あのアウトサイド回転。え、シュア嘘だろ、シュア、お前それで、え、嘘、やめて、はっ、いや、さすがにね、さすがに、さすがに、シュアさん、それはアマちゃんだって。いや、これまだわかんなくない？これ相手の次のピン数次第で俺勝てるかもしれんよ。7。合計7。じゃあ8か、8か、8か。え？これ俺、あ、もう無理。いや、待って、69。これ俺が3連続ストライクとか出さないと終わる、このゲーム。終わらせない、俺らの明日まだ終わらせないんだよ。見てろ、シュア、ここから3連続ストレート、決めてるかも、シュア、見てろ、お前がバカにした男は終盤に強い男だってことを見せてる。俺はお前に勝つ、シュア。まあ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 、まだから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 よ、みんなみんな落ち着いて。いや、俺はつけてましたもんね、みんな落ち着いてくれ。まだ分からんよ、まだ分からん。ここから俺はまっすぐこいつを投げて決めさせてもらうで、シュア、シュア。あー、くそ、2ピンしか出せんかった。いや、でも待って、これは俺負け確定、負け確定消化試合じゃねえかよ。
や、うますぎる。ストライク。いや、うますぎる。この人がこれはマジでうまい。マジでうますぎる。やめてくれ、やめてくれ。え、ちょっと待ってって。ねえ、おかしいおかしい。絶対プロ、この人。このゲームのプロだって絶対。さすがにおかしい。このストライク率はおかしい。やばい。これマジ天才。天才この人。もう、スタンディングオベーション、マジで。だって5ゲームで96ってさ、半端ないからね。普通に考えて。あー、さあやっていきましょう。さあ、マジ大予告に関しては、いや、待ってやばい。え、めっちゃ強い、めっちゃ強い。いや、でも、待って、え？これグロくない？どうしよう。とりあえず、1枚だけ出しとく。え、だいぶ強い。マジ信じられないぐらい強いと思う。まあ、でも2がないのがちょっと痛いかなってぐらい。早めに2を消費させたい自分がいるが、いや、ここはパスだな。ここはあえてパスする。ここはパスする。マジこれ戦略大事。これ結局ね、手札を最後まで残してた方が強いんですよ、このゲーム。さあ、何出す？はいはいはい。お、嬉しい嬉しい。ここはもう9だな。ここは9で、多分もう出したいでしょ。もこさん出したいね。そうそうそう、それでいい、それでいいんだ。で、ここから俺は、待ちの時間だね、待ちの時間。勝利待ちの時間。こっからは、相手が2枚3枚とか出してくれれば嬉しい。2枚以上攻めてこねえかな。いや、考えてる、だいぶ考えてる。相手がだいぶ考えてる。9かー、高いなー。これちょっとパスだな、俺も。もこさん。うわ、強い。強い。うわ、2、2枚持ってんの？強。これ革命来るかな？革命やる？まさか。でも革命されてもこれ4の、あ、12枚。いや、微妙に高いんだよな、値が。出すか。あ、待って。考えろ、俺。3、3。いや、まだだな、まだ。まだ勝負焦る時間帯じゃない。まだ賞味勝負焦る時間じゃないと思う。この人、エース2枚か。強いね。そんな攻めちゃっていいの？エースはもうない。俺が2枚持ってるからね。で、2も2枚出たでしょ。で、このゲーム、エースと2の出た枚数を考えておけば、ある程度いける。7か。これ、エース出すか？出していい気がする。出していい気がすんな。1枚出すわ。エースだけ出す。で、多分2が来るから、まあ、俺はここで上がれないと思うけど、でも相手が考えてくれるんだったら、多分この人今2位持ってる。もこさんが2位持ってる。もこさんが絶対2位持ってるから、ここで考え時ですよ、俺にとっては。ここで2枚出しちゃいたよね、5、2枚。5を2枚出して、で、エースで革命、で、3で6、2枚で上がるパターンがいいな、俺的に。あ、じゃあエース先に出したべきだったかな。エース先に出したべきだった気がすんな、ミスったら。え、切った。立ち切り。え、まさかそんなことある。いや、でも。あー、びっくりした。いや、待って、これあるぞ。お前も切るんかい。お前も切るんかい。いや、待って、考え時。ここでエースを消費したいな、俺的には。うわ、ジャック3枚うわ、やる！そこまで試してたの？うわ、これ、プーピーさんにマジ感謝かもしれん。え、あるぞ、これ、ある。これある。この人の好きな出目次第で。だいぶある、だいぶある、だいぶある。ここ6、2枚出す。でも、エース、え、待って、2って今何枚出た？あの人が2、2枚持ってる可能性は、なきにしもあらず。いや、でもいいや。俺がジョーカー持ってるから、ここで、6、2枚出して、そうだ、6、2枚出そう。6、2枚出して、多分、モコさん、あるかな？ないよね。で、あれ出す？いや、これ、プーピーさんしない。マジ、プーピーさんしない。いや、お前出せねえだろ。出す。よし、来た！勝った！ここで、俺が、こうするやん。これで、革命起こす。革命。オッケー。これで革命起こすやん。で、まあ、多分、もう無理なのよ。3、4枚なんて持ってるやついねえから、まず。ね？そう！で、俺がジョーカー持ってたから、この3が返されることはないわけですよ。これが一番強いカードなわけ。革命起きてるからね。で、まあ、出せないと。でですよ！こういうことですね。すいません、すいません、すいません、皆さん。俺が強くやっちゃった。いや、いいよ。弱。わ、待って、やば、クソ弱い。クソ弱いぞ、これ。待って、どうしようかな。あー。9と、まあ、5、6か。いや、5。いや、5だな。9と5だな、ここは。9と5を交換すれば何が来る？ここで。あー、悪くはねえ、悪くはねえが、ジャック、クイーン、キングが、階段できない。あ、俺？
あ、じゃあプービーさんか、プービーさんか。さあどうする、最初から飛ばすのかい、プービーさん、あんたの番だぜ。うわもう最初から2枚、うわ2枚出してもいいけど、でも2枚出さない少ないから、これ出さん、俺は出さん、ここで出さん。2枚はちょっとまだ早いと思う、俺の中では。いやこれね、誰かがね4枚持ってる可能性もねあるのよ。4枚とか3枚とか隠し持ってたら俺はもう都落ち確定。パス。俺が2、2枚持ってるから、多分このなぎねこさんが2、2枚持ってると思うんですよね。なぎねこさんがジョーカー持ってるな。じゃあジョーカーあの人持ってっから、ジョーカー持ってるの腹立つな。パス。ジョーカーか、俺がジョーカーないってことはそうだよね。なぎねこさんがもう100で持ってるから、どうしようか。まだ2枚は出す時間帯じゃないと思うんだよね、俺的には。まだ早いと思う。やば、え、めっちゃ飛ばすやん、この人。グロいって、グロいぐらい飛ばすんだけど。え、そんなことある、まさか革命起こす、革命を起こされたら俺泣くよ。やめて、革命だけはやめて、なぎねこさん、お願いします、本当に。あ、オッケーオッケー、落ち着いた。いや、この2枚か。いや、そろそろ攻めてもいい気もする。あー、みんな2枚しか出さねえんだよな、どうしよう。まあとりあえず、まあ減らすって意味で出していっか。出そう、12枚出します。多分もうモコさんは10以上の2枚がないと思う。あのパスの速さは多分そういうこと。嫌な予感がする嫌な予感がするな。出すべきか、いや出さない。相手はあいつは急いでると思う、俺の中で。さすがに4枚ないだろ、ジョーカーも出したしね。八切りマジ、うわマジか。いいカード全部持ってかれるよ。分かってるよ、この2枚をあの人にあげりゃいいんだろ。本当にナギネコ、俺はお前恨むからな、ナギネコ。てか俺8、1枚も来てないね今まで。あ、カード交換だって、はい。でもそっか、向こうから来るのか。うわ微妙なラインやな本当に。助けて。結構つ、結構強いんじゃない？いや、ある。ある。大移民から大豪への下克上。決めてやる。俺はもう出せねえんだよ！エース以上のカードがねえからな。いや、でもこれ、あえてあるふりをして考えるのはありだと思う。さあ、何を出す？何を出す、お前。これで、うわ、どうしようっていう考え方？これ出すわ。俺の勝ちの流れとしては、矢切りからの10ですね。矢切りからの10パターンで勝ちたい。でも、賞味、キングが一番強いだから、このクイーンとキングを出すタイミング、この2つを出すタイミングに勝負がかかってると言っても過言ではない、賞味。さあ、パスだ。モコ、何をする？モコ、6、2枚。いや、ここはパスだな。パス。まだ早い、まだ早いと思う。うわ12枚か。どうする、どうする、プービー、どうする、プービー。なぎねこさんマジ手札いいな、グロいほど良さそう。2、2枚持ってんのか、いいね。ナイス、ナイスキー、それはナイスキーだ。8、ナイス。待って、じゃあここ10出しちゃおう10出しちゃおう。なぎねこさんはそっか、俺が渡したからこの人ジョーカー持ってるわな。でもスペーさん来たから、ああ、はい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 、はい、いやパスです、パスです、パス。いやこれなんか狙ってるな、この人絶対出せるもん、なんか狙ってる。なぎねこさんは何かを狙っている、それを阻止したい。やばい、これ8で切られたら終わるぞ多分。え、弱いぞ、もう1枚しかない、みんなもしかして。いやあるな、いやあるんだけど、いやお前出せねえだろ多分。あ、でもそっか、まあ、これどうしようかな。いや、これ俺、クイーン出すでしょ。それ出すでしょ。1枚が多い。うわ、8で切っちゃえばよかった。あ、切れねえか。いやー、そうだ。だってジョーカー持ってるもんね。でも2何枚入れた？全然数えてなかった。やべ。全然覚えてない。あ、来た。バカじゃん。スペさん俺持ってるのに。なんでこいつスペさん渡したじゃん。スペードさん頭悪、頭悪くないっすか？いや、とは言っても俺も頭が悪い。でもこれクイーン出すしかないね。飛ばすわ、飛ばすしかねえ、将棋将棋もやるしかねえ。いやここから俺は
どうは2位持ってんの、2位持ってんのあなた、それは強いわ。パス、それは強い。でも下克上してくれればでかいよ。いやそうだ、誰かが下克上してほしい。多分ねもう2枚ないと思うんだよ、なぎねこさんもプーピーさんも。だからここでモコさんが2枚出して俺とモコさんの時間を作れればある、全然大富豪ある。いやこれ1手にかかってるね、プレッシャーかかるでしょ。あなたの1手です。え、それやばくない、それやばくない、それやばくない、おーい、なあ、言うたやん、それはやばいって、はあ、2枚出せない。いや、待て。いや、出そう、出すしかない。ここも出すしかないな。ああ、どうしよう。もう4、2枚出すしかないよ。これでモコさんに出されたら俺は負ける。格負け。あ、終わったくせえ。考えてる、終わったー。俺また大陰面じゃない？あ、終わった。なんで？もう。なんで6出すかな？くっそ。うわー、頼む。1枚、8位か、来い。絶対これ。ですよね。強い。パス。いや、クソダコ来て、クソダコ。お願い。え？急所上がりだって。え、やった。あぶねえ、順番で救われた。いや、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。そう、一個ずつ上がっていこう。しょうがない。あ、まあ、ジョーカー、まあ、ジョーカーはいいでしょ。3、3、4、7、9、9、クイーン、キング。あ、まあ、悪くない。うわ、悪くはね、クソは、なぎねこを地獄に落としておりて、マジで。なぎねこさんを地獄に落とす。マジで、あいつの顔を見るだけで嫌になっちまうからな。何が来た？ 5？ 微妙にいらないカードやん、ほんとに。さあ、どう戦えてんだよ、この手札で。くそ、この手札でどう戦えって言うんだ。聞こえてくる。遊戯の声が聞こえてくる。武藤遊戯の声が。さあ、なよや。え？そんな飛ばすいきなり。やばいって。いや、やばいって。飛ばしすぎ、飛ばしすぎ。多分出せないことはないでしょ、ジョーカーがあるから。ジョーカーがあるから出せないことはないけど、どうしようかな。これ出すべきなのかな？出しちゃおう。え、早っ。もう出しちゃったわ。これで俺のスペシャルは本当に意味がなくなった。でも結構でかいんじゃない？3枚結構飛ばしてったよね。ここは5だな。ゆっくり落ち着いて安定に行きたいところです。でも多分ここでね、バカみたいに引き上げるからこいつら。いや9、あー悪くない、10悪くない、ジャック悪くない。クイーン出す、クイーンじゃない、キング出す。ここでキングを出して考える。落ち着け、やっぱーって感じなんで。さてどうする、出すんかい。え、待って、めっちゃ飛ばすぞ、プーピーさん、やばい。プービーさんも多分勝ちのルートが見えてる時ぐらいのあれの強さ。いや弱かった思ったより。いやここで9、2枚出す。俺は7渡しがないのがきつい。パスだ、もう俺は出せないから。え、プービーさん強ない、プービーさん強すぎない、ちょっと。さあどうする、プービーさん。やったー、プービーさんが化け物だった。考えよう。とりあえずもうエース出しちゃっていいや。納金エースで、多分。ないべ。2はないべ。プーピーさんが2持ちすぎてるから、こう3、2枚。はい。3、2枚。どうする？どうする、モコ？お前出せるだろ、3、2枚ぐらいだったら、お前でも。出してもいいが、あえてお前に譲るよ、ここは。さあ、どうする、モコ？モコ、モコ、モコ、道。モコ、モコ、モコ、道。もこもこもこみち、何を出す、もこみち、もこみち、もこみち、もこもこ。あ、時間ないぞ、もこ大丈夫か、もこ10秒しかかかるぞ。10、10、9、はい、え、僕2枚勝負に来たな。出しちゃおーっと。これは多分あいつにとっては勝負の時間だったと思う。終わったって思ってるから、こう4、2枚。これで、俺もこれが勝負の時間。これであいつが4、2枚以上のカード持っていたら俺負ける。負けた？立ち切り。そんなことがあるか、この世に。じゃあ、あれ出さなくても、俺の負けだ。おい、悔しいんだけど！マジかよ。すごい、絶対慣れたと思った。やばい。クソ3位か、どうしようかな。でも、え？でも結構強い。大吟味にしては、だいぶ強いと思うぞ、これ。いや、悪くない、悪くない、悪くない、マジ悪くない。ま、え、でも、ここ6、7、8、9、10が、揃ってなさすぎてやばい。9、
キングさん、クイーンさんはだいぶ強いと思う。いやー、なぎねこさん頑張って都落ちするのはしょうがない。いやもういきなり2枚やめてほしい、ほんとに。そんなないから2枚なんて。第一さ、2枚から出してくなんてさ、おかしいって。このゲームに関してはマジ678、いや8はいいんだよ。6790をどう処理していくかだな、ほんとに。この一つをマジうまくね処理していくしかない。どうせ2枚だろ、分かってんだよプーピー。あ、でかい。あー、これは6を消費したい。6を消す。で、これであんまりでかい数字が来なければ90が出していけるから。うわ、9、あ、でも出すな、出すな。あ、でも出すよな、それ出すよな、それ出すよな、出すに決まってんだ。パスーパスーパスしますー、パスーパスーパス。あと790を出したい。790を出せば俺の時代が来る。8で区切って。うわー、でもプーピー強そうなんだよな。パス、ジョーカーないし、パスするしかない。でも俺がモコにあげたのはエース2枚だった。あ、来た。あー、でもモコからの順番じゃ多分俺まで回ってこねんだよな。あ、ラッキー、ほい。さあどうする。まあそれ出すよね、それ出すよ。もう俺こっからパス、こっからパスだから。こっからもう俺の時代は来ない、俺の時代は来ない。はいはいはい、分かってる分かってる。パス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 するよ。プーピー頼むぜプーピープーピー頼むぜプーピー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 頼むぜプーピーさあ、さらに出すプーピーさん。プーピーさんはいただきよ。3枚、でかい。そんな弱いのいいんすか。じゃあ4枚出させていただきますね。はい。まあこの4枚をなくすのも戦略のうち、戦略的撤退的なものもある。なきにしもあらずって言うんで、はい、なきにしもあらずしもあらずって言うんでね。悩んでるね、悩んでるね。もっと悩んでくれればいいのにな。ただ7と9どっちかを処理しないと俺の時代は来ない。きっと。マジ見えた、勝利へのルートが光り差す道のあるし。あ、 6? いいね、やばい。いやー、なぎねこさん考えるね。あ、もう俺出すね。いや、これクイーン出してもいいな。釣りクイーン、釣りクイーンありだぞ。釣りクイーンはありだな。釣りクイーンするわ。釣りクイーンします。釣りクイーンします。でだ。いや強い、モコさん強い。モコさんがなんか強気、モコさん強すぎ。え、ジョーカー、いやスピさんない。多分プーピーさんが持ってるんじゃないかな。スピさんそんな気がするよね。あ、持ってる、なぎねこさんが持ってる。あ、持ってるくせ。あ、え、プーピーさん勝っちゃうんじゃね。でもプーピーさん勝っちゃうって絶対。なんでスペさん使わなかったの。え、これ3人前とかだったらやばくね。なぜだ、なぜだ、なぎねこ、なぜお前は使わなかったあのカード。なぜ使わない、なぜそこでスペさんを使わないんだ。そこで使わなかったらお前の時代はもう来ないぞ。分かってんだろうな。お前がやった、お前がやったミスっていうのは分かっていることだと思うが、言わせてもらうぞなぎねこ。お前がスペさんを出さないことでプーピーが1位で終わってしまった。この事実だけは変えられない。パスだ。パス。なぎねこ、お前の一番強いカードなんじゃねえのか、それが。おい、エースなんて隠し持ってやがったこいつ。腹立つわ。さあ、どうするなぎねこ、お前出せるのか、このカード。出せるのか、出せそうだ。パスか。まあいいだろう。こいつをくれてやる。出せるのか、パスか。いいだろう。9だ。これでお前が出す数字によって俺の勝利が決まる。何を出す。悪いが俺の勝ちのようだ、なぎねこ。お前の判断ミスによって負けたんだ。お前は大貧民どころじゃねえ、正真正銘のクズってことだ。お前の負けだ、なぎねこ。悪いな、俺の勝ちだ。だが3位だけどな。くっそ悔しいです。さあどう、まあ悪くないんじゃない。皆さん分かりました。これが俺の大富豪の実力です。雑魚やないかい。うん、皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また、概要欄の方に、Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックして、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。